タマちゃんがまだ苦しかった時代の話です、これ。苦しかった時代に、ある言葉と出会って、その言葉がきっかけで、これを学ぶことになるんですが、それが四つ葉のクローバーに関する言葉だったんです。私の人生を変えた言葉、こういう言葉です。別にメモしなくていいです。はい。四つ葉のクローバーを探すために、三つ葉のクローバーを踏みにじってはいけない。幸せはそんな風に探すものじゃない。っていう言葉と私は出会ったんです。ね。子供の頃にみんな四つ葉のクローバーを必死になって探した経験がありますわ。ね。なぜなら四つ葉のクローバーは、花言葉が幸運なんですよね。この四つ葉のクローバーを見つけるとラッキーだよ。人生にいいこと起きるよ。それを誰かから学んで聞いて、じゃあ自分もラッキーになりたい、自分もラッキーを手に入れたい、それで一生懸命四つ葉のクローバーを探していた。四つ葉のクローバーを探すときにね、三つ葉のクローバーなんて目に入らなかった。それどころか三つ葉のクローバーがいっぱい生えてる中を探してたから、足元どんどん三つ葉のクローバーを踏みにじっていたわけです。ところが三つ葉のクローバーにも花言葉があるんですよ。三つ葉のクローバーにも花言葉があったんです。その花言葉を知った時に私は衝撃を受けた。三つ葉のクローバーの花言葉って幸福だったんです。私たちはほんのちょっとの幸運探しのために、目の前にたくさんあるはずの幸福に目がいかない。それをクローバーという植物は私たちに教えている。幸せ探しができる人たちは三つ葉のクローバーにピント合わせてる人たちです。幸せ探しができない人は四つ葉のクローバーにしかピントを合わせることができない人たちなんです。このうまくいく人もうまくいかない人も同じ世の中を見てるんです。その同じ世の中を見てるはずなのに、なぜ人生がこれほど違うのか。見てる場所が違うんですよ。ただそれだけだったんです。ピント合わせてるところが違うんです。それが三つ葉のクローバーにピント合わせてるか、四つ葉のクローバーにピント合わせてるかだけだったんです。自分が好きっていう人たちは他の人が聞いたらどうでもいい、取るに足りないことに幸せを感じます。わあ、今日もご飯食べることができた、おいしいって、今日の布団も最高、朝起きることができたって、お水がおいしいね、わあ今日も笑顔に出会ったみたいなね、他の人、不幸探ししてる人にとってはもうどうでもいい、くだらないことをやって喜んでるんですよね。それは三つ葉のクローバーにちゃんとピントが合ってるからです。さあ皆さんはこの話を聞いて、三つ葉のクローバーを探し回るか、四つ葉のクローバーを探し回るか、どっちを選びますかいね。ちなみに四つ葉のクローバーは自然界では10万本に1本の確率です。そんなに少ないから花言葉が幸運になったんです。あなたが10万本の1本を探してる間に、私は10万本のうちの99,999 本を手に入れてます。ただそれだけの違いなんです。簡単なことですね。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。